にしています。スパークの東京の一言、スーパーカラービジョンズームアップ、面白かったら皆さん拍手お願いしますね。さあ塩見選手、サイクルヒットおめでとうございます。素晴らしかった、本当に感動した。何に張本さんからあっぱれもらえなかったけど、いや本当残念でしたよね。そうだね、はい、何に須磨九郎があっぱれ、はい、張本さんに勝つです。すげえな、張本さんに届きましたね、届きね、はい、金曜がそうです、ね、塩見選手満塁ホームラン、そして昨日がサイクルヒット、今日も期待ですが、はい、期待ですが、何ですか、つば九郎、はい、監督も言っていたように4三振もある男、とにかく勝ちましょう、はい、新聞の記事になってましたけどもね、今日も神宮で暴れてもらいましょう。そして村上選手、通算100号ホームランリーチです。ファンの皆さんも期待しています。今日決めてくれるでしょう、ね、そしてホームランといえば何でしょうか、何ですか、あ、カープの鈴木誠也選手、前回の東京ドーム強引になってますからね、やめて、ただ打ちまくっています。開き立てないで、はい、違いますね、9月はここまで10本ホームラン打ってますか、今日明日ここ神宮球場スイッチはオフになっています。お休みください。東京ドームではね、スイッチを見つけちゃいましたからね。それにしても昨日は塩見サイクル、塩見サイクルとね、はい、はい、何やり塩見サイクル、塩見サイクル、塩見サイクルだったので、はい、うん、塩見くん自転車屋さんに転職したのかなと思いました。木梨サイクル的な、あれあれあれありがとうございます。さあ塩見選手、ここ神宮球場でも記憶に残る、記録に残るプレーを期待しましょう。お待たせいたしました、両チームスターティングラインナップを発表